全然ちゃう。男の人の味やわ。もうほとんど全部のメニューできるの知らなくて、店店舗やったら、あれめっちゃいいよ。皆さんこんにちは、おはらチャンネルです。皆さんこんにちは、すてってんきです。こんみちゃんターも、皆さんこんにちは、おはらチャンネルです。こんみちゃんいってもらおう。皆さんこんにちは、おはらチャンネルです。はい、ということでありがとうございます。こんにちは。さあ今日はじゃじゃじゃーん、餃子の王将ランチでーす。お腹減った。お腹減りすぎてちょっと静かな人。お腹減った。ハチ今日少年野球終わりなので今お腹ペコペコです。ちょっと待たせました。ただ単に待たしても、食べるだけの回でございます。これだけではいつも足りるかな。お父さんおるから足りるかもしれない。透明が一番好きなのは何ですか。しゅぶちゃん。はい、じゃ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 、みんなでいただきまーす。ハチも、ハチは春巻き、早っ。で、メインさ、ハチ好きな天津飯やろ、うん、天津飯、春巻き、チャーハン、エビチリ、レバニラ、唐揚げ、麻婆豆腐で、激増し、ニンニク激増し餃子で、逆にニンニクなし餃子。みんなおのおのの好みがありまして、お父さんははい、じゃんじゃじゃん、はい、ニンニク激増し。それお父さんのお酢しか入れてない。それお酢だけな。お酢とコショウで、皆さんパッと見てお気づきかと思いますが、4人家族ではございません。あのグルメ王聖吉がなんとちょっとあの胃腸を今弱らせておりまして、聖吉ちょっと顔出して、家族寂しいから食べないけど、こっち来て。食べたいんやろ。ほんまは食べたいけど、食べたらちょっと今胃が弱っちゃってて珍しく、今日も朝から雑炊しか食べてません。どこ行った。食べたいな。ちなみに聖吉くんの一番王将で好きな何。結構頼むよな、いや何でも食べる。麻婆豆腐も好きやし、エビチリも好きやし、全部美味しい。全部美味しい。ラーメンも好きやしね。今日はラーメンしてない、うん、なんか一個食べるかって言いたなって。まあお母さん我慢ちょっとしときや、我慢しとき。いいな。レバニラ、レバ食べんの。うわー、こみちゃんも勝手に食べたん。大好きやねん。いろんなとこの酢豚、あの高級な、変な話、高級なとこの酢豚も食べるんだけど、この間とかも全然。この王将の酢豚好きよねー。ねえ、餃子マシマシってどう、濃い。いつも食べへんやん、それ頼めへん。美味しい。お父さんは、これお父さん専用麻婆。お父さんこれ主食、大体いつも2つぐらい食べる。それはな、もっと辛くしたりしてね。ちなみにお母さんは王将ってどれくらいのペースで。月に1回ぐらいは絶対頼んでる。そうなんですね、うん、結構あのデリバリー、はい、ウーバー割高だけれど。で、月に1回ぐらいはコウメちゃんと2人の時ランチで酢豚食べたいって言ったら月1回ぐらい行ってる。だから月2回ぐらい近くにあるから。じゃあもうウーバーだけっていうよりかはもう、うん、あのお店も行く、店舗も行く。すっごい早い時間とかめっちゃ混むから、夜なんて夕方は。お昼もすごい混むから時間をずらしてちょっと早め11時とか、うん、逆に2時とかに行って。お母さんさ、もちろん餃子から食べるんだけど、どれぐらい味違うの。これ激増しや。ほんでこれが生姜、生姜、はい、これ生姜、あのいいよ、一個と、一個とも誰も取らへんから。ハチこれも味付けなしでもハチは食べねえ。ない、ね、食べない。全然違う、全然違う。だからあっさりしたから食べようかな、うん、もう激増し食べたらさ、それの味になっちゃうから。やっぱり王将は美味しいよね。お母さんこれが好きやね、ニンニクなしの生姜な。この餃子の王将のタレも好きやね、餃子のちょっと酸っぱいから。んニンニン、いく、ニンニン食べるの。なんか端っこの方でもう酢豚だけ抱えてる人がいる。うん、ちょっと激増し行ってみるわ。激増しも一応タレつけようか。うん、全然ちゃう。男の人の味やわ。いや、こっちの方が美味しいよ、うん、激増し、うん、すっごいね、あ激増し。小原さんが一番最初に餃子の王将に行ったのって王将、大学生、ちっちゃい時あった小学生。あ、マッツさんも小学校の時ですか。うん、私もしかしたら小学校、中学校、高校食べた記憶あんまないよね。スポーツとかやってたからさ。あ、確かに。その帰りにみんなで学生で行くの。あ、東京のその下北沢に最初住んだ時に安いし、はい、まあなんていうの、食べながらお酒も飲めて、うん、居酒屋みたいな感覚で、え、こんな安くていいのみたいな感じだったと思うわ。
お商店その店によって味全部ちゃうんやってね、結構自由に変えて、その店長さんが決めていいみたいなのなんかテレビでやってたで、だから流行ってる王将と、はい、そうでもない王将ってあるみたいなさ、違うんですね。ベースは決まってると思うけどさ、はい、こんなの餃子とかさ、はい、その他のメニュー、うんうん、美味しいよね。とにかくこの安くてこのクオリティで食べられるのすごいよね。唐揚げは米る？あ、米と食べとる。唐揚げいる？いらん。唐揚げから。唐揚げから。ジャジャレ、ほんまや。天津飯むっちゃ好き。もう、まんこと言ってるわ。うん。で、私ここの唐揚げも結構好きやねん。唐揚げ美味しいよね。あの、いい意味で中の肉パサパサやねん。ジューシーじゃないから、はい、好きなやつ、うん。チキンナゲットと唐揚げの間っていうかな、なんていうかな。あんまりこうジューシーすぎると量食べられへんから。そうですよね。これは出せない。王将は冷凍の唐揚げ。冷凍が多分あれですね。大阪王将の方は。そうやね。この餃子の大阪王将って最近やなんか。でもこうやって食べてやっぱ美味しいね。チャーハンも。そうですね。めっちゃ食べるやん。激増し。お父さん今日あんま食べてないんじゃん。激増しな。めっちゃ食べてる。あ、チャーハンも美味しいな。そんなにこうやって食べて味めっちゃ濃くないのよね。でもハチ君の最近の食欲なんか一気に増えた気がするんですけど、前のカプリチョーザの時もめちゃめちゃ食べてました。うん、もう全部一つずつ取ろう。うん、エビチリもあんま頼まへん。だってこの前もあの、じゃあマーコの餃子の2、30個だよ。家じゃない、家の餃子。はいはい。うん、30ぐらいいったらな、小ぶりやけどな。でもやっぱりその誠吉くんと食べる量を比べるって感じ。もう彼はすごいから。彼お母さん並みやな。 お父さん並みまではいけへんけど、もうお母さんぐらい食べる、あの子は。テイクアウトじゃ無理やねんけど、うん、全部半分ぐらい、3分の1ぐらい量の小皿メニューがもうほとんど全部のメニューできるの知らなくて、店店舗やったら、うんうん、あれめっちゃいいよ。だから子供と2人行っても2品ぐらいでさ、子供そんな食べんかったらあんまり食べられへんや。こんだけ大勢で食べに行ったらいいけど、で2人で行った時も、全部値段も1個200円とか300円やねん。で唐揚げとかもう2個だけのみたいなの出てくるの、はい、ちょびっとずつさ、いろいろ食べてもさ、全然安いし、だからほんと幅広いっすよ。 さっきマックさんおっしゃったあの、よく小学校の野球の試合の後とか、うん、保護者の方とかも一緒にみんなでテーブル囲んで王将で、そうそう、うん、で量が多いんでシェアできたりするっていうのは、うん、だから昔からそうか、値段も安いし、はいはい、いやだから私がそういう文化がないから運動も何もしないし、でも逆にそこのなんていうんですかね、シェアみたいなところと、あと今さっきお母さんおっしゃったように、その女性一人で行ってもこう複数いろんなのを食べれたり、うんうん、いや急に来たで、お腹いっぱいだったやろ、止まったのどうしたの、ね、ほんで眠たくなってきたのね、どれ食べる、辛いもいな、もういらんピタッと止まるからやめてんぷらやほんま。ハチ、ゴーゾーさんか。うん、ちょっとゴーゾー様言いなさい。ゴーゾー様でしょ。まあそんな、まあほんまに、いつもの全部食べて、カプリチョーザよりも全然内容がないけどええの。大丈夫です、グルメ王がいないから。いや全然食べ物のコメントがいまいちいなくて、まあ、今日ちょっとテイクアウトだったんですけど、うん、次回はお店の方で、お店も楽しい、こんな日もありってことでパックのままバーって出してるけど、なんかお友達とかが来る時とかもはお皿に移し直してちょっと多めにドンドンドンって置いたら、すごいゴージャスなホームパーティーみたいになる時もあって、本当にもうめっちゃ利用してる。あと値段的にも、もうそうですよね、リーズナブルなところ、もういいですね。なんかありますか、王将に対する熱い思い。王将、うん、うーん、やっぱり店で食べた方が美味しい。餃子がやっぱね、あ、餃子がやっぱり店で食べた方が美味しい、はい、これも美味しいけどちょっとやっぱり蒸された感じ。そうよね、うん、安定感抜群やね、うん、うん、美味しかったです、はい、まだまだ食べますが、ありがとうございました。お付き合いありがとうございました。さようなら。結局夫婦しか残ってないけどな。下北にまだ交渉ある、はい、あの一番坂下りだけどの右手に、はい、右手に、あー